皆さん、おはようございます。おはよう。私、起床いたしました。ただいまの時刻は午前10時です。はい、今日はちょっと遅めの起床になっちゃったんですけど、ぐっすり眠れました。はい、今日はですね、こっから私の午前中をお届けできたらいいなと思います。題して AM 高木、イエーイ。はい、なので早速いきましょう。スタート。ピッ。最高の朝。早速なんですが、まず私が起きて一発目にすることは何でしょう。じゃん、正解はコンタクトをすることです。はい、まずはね、コンタクトをしに行きます。さあ、ということで早速コンタクトをはめていきたいと思います。よし、はまりました。はい、ちょっとね、いつもコンタクトは、まあ、茶色かグレーか青の3種類あるんですけど、今日はちょっとグレーっぽいのにしてみました。こんな感じ、全然変わるね。やっぱりコンタクトするだけで変わる。で、続いてはちょっとうがいをします。やっぱ朝一なのでお口の中をすっきり。はい、すっきり丸。さあ、続いてはですね、お顔を洗います。お顔を洗います。よし、すっきり。すっきり。よくね、私はあの洗面台を水浸しにしてすごいね、怒られるんです。怒られるからちゃんと拭きます。水回りは怒られます、すごく。うちは、じゃあここまで。コンタクトよし、うがいよし、洗顔よし。よし、じゃあ次は何をしようか。ご飯食べようか。じゃあご飯食べよう。さあ、できましたよ、朝ごはん。はい、今日の朝ごはんのメニューはヨーグルトにフルーツ盛り合わせ。あのね、こう毎朝お酢を飲んでるんですけど、お酢の炭酸割り、ビタミン C たっぷりな朝ごはんです。なんか割と私はあのお米と納豆とお味噌汁っていう、まあ、定番の朝ごはんを食べることも多いんですけど、ちょっと肌荒れ気になってきたなとか最近食べ過ぎてるなって時はこのメニューです。
で、そこにグラノーラを入れます。これ私が大好きなグラノーラめちゃくちゃ美味しいよ。あのね、これはねすごい栄養満点で、すごいね、あのシナモンの味がねするの。シナモンアップルグラノーラだって。はちみつを入れます。こんぐらい。あのグラノーラが結構甘いから、割とはちみつは控えめで大丈夫。ブルーベリーちゃんを入れて、でフルーツちゃんを入れて盛り付け盛り付けちゃん。でバナナも、バナナ入れて、こんな感じ。よし、じゃあまずはいただきます。はい、混ぜて混ぜて、いただきます。うん、おいしい。今日も幸せな朝ですね。なんかさ、ヨーグルト、いきなりなんだけどね、ヨーグルトってすごくいいと思う。なんか食べるのとね、食べないのじゃ全然違う。いろいろお肌とか、うん、うまし。みんなは朝ごはん何食べてる？そっか、サバか一人ぐらいいたでしょサバなんでサバかって、私がお魚の中で一番好きなのがサバか縁側かタチウオだから一番がいっぱいある。おいしそう。かー、いいね、最高の朝。あのね、聞いてくれる？私が夢で一番怖い夢は、あのよく見るんだけど、ライブのリハーサルとかも一回もしないで、そのままステージに上がってって言われて上がって本番をやる夢。全然踊れないの、本当に恐怖。え、リハやってないのにもう本番なんですかって言って、そうだよって言われてライブするんだけども全然踊れない。めちゃくちゃ怖い。早く飲めって言ってる？アホ毛がなんかすごいアホ毛がすごい。はあ、いやー、お腹いっぱいだ。よし、ごちそうさまでした。美味しかったです。ごちそうさまでした。さあ片付けようか。あ、パーカーがかかってる。さあ、ということでお片付けも終わりました。ついでに歯も磨いてきました。続いてはメイクをしたいと思います。はい、やっぱね、お家にいてもこうちょっとね、お肌を休めるのも大事だけど、
やっぱりこう意識を高めてシャキッとするのも大事だと思うので、私はおうちメイクをしたいと思います。ということでメイクが完成しました。はい、メイク時間は10分ぐらいかな、ちょうど10分ぐらいで完成しました。はい、ポイントは私は最近はコーラルメイク、まあちょっと前からなんですけど、ちょっとオレンジっぽいシャドウにハマってるので、ちょっと目元はオレンジ系が主にあります。アイラインも割と私は真ん中っていうよりはここの目尻だっけとか、ここだっけ、本当にこっからここだけしか引いてません。そうで、割となんかファンデーションはめっちゃ今の時期は割とお家の中にいても紫外線が結構あるので、ファンデーションは日焼け止め入ってるやつ薄く塗ってます。でちょっとツヤっぽくしたいので、ここにハイライトを入れてみて、で涙袋はちょっと最近研究して自分に合う涙袋をちょっとまだ探し中なんですけど、割と最近はここにちょっと影っぽく入れて、で目尻のここの部分にカーブで茶色入れて、白っぽいハイライトで、あー違う、白っぽいシャドウでここの間を埋めてます。でそこにこの真ん中だけちょっとキラキラ、真ん中から目尻にかけてはちょっとキラキラのやつを抜けたりしてます。んでリップも最近赤っていうよりはちょっとオレンジっぽい感じのやつをしてて、眉毛はしっかり描く派です。こんな感じでちょっとメイクしてみました。やっぱすっぴんとは違うな。はい、こんな感じです。じゃあ続いて髪の毛を巻いていきます。今日は巻き巻きします。スタート。髪の毛巻き巻きできました。できたいやーもうかれこれね、もう12時ちょい過ぎちゃった。やばいね。なんやかんやしてたらいろいろはしょっちゃった部分はあるんですけど、なんやかんやしてたらもう2時間も経ってました。のんびりしてた。着替えしようかなって思ってるんだけど、ロンティーにするかパーカーにするか迷ってます。どっちも捨てがたい。なんかこれさ、あーちゃんもなんか似た感じの持ってたから着てみました。よし、おそろっちでちょっとお洋服選びに行ってこようかな。じゃあちょっと待ってて、選んでくる。はい、お着替えしてきました。そう、やっぱりね、ロンティーにした。じゃん、はい、ロンティーにしました。
最高。そう、お着替えもしました。じゃあ振り返ってみますか。朝起きてコンタクトしてもろもろして顔洗ってご飯食べて、メイクして髪巻き巻きしてお着替えして、ただいまの時刻12時半でございます。なんやかんやともう昼になっちゃったね。お昼です、お昼です。もうはい、もうね、とりあえず任務は完了したんで、メイクとこれ髪の毛を巻くっていうね、でちゃんとシャキッと着替えるという任務は完了したので、ここからはしばしのフリータイムになります。さあそこでね、あ、反対だった。まあ普段の私はゲームしたり、こっからとか、まあ、本を読んだり、あとはまあ朝起きてから、まあ、お友達と結構長電話しちゃうので、まあ、1、2時間ぐらいお昼まで話したり、あとはまあね、ちょっとエゴサをします。こうやって今日みんな何してるかなって調べちゃおうかな。いつもね、お昼は2時過ぎとかになっちゃうんだけど、お昼ご飯の時間まではまあちょっと体を動かしてみたりいろいろします。あー、もうダメだね、もう午前中じゃないもんね。ちょっとこんな感じでゆるっとざっくりとお伝えしたんですけど、いかがでしたか。はい、何気ない高木の日常でした。のんびりと過ごしてました。午後もファイティー、バイバイ、またね。